こが旧甲州街道なんですね。そうなんですね。とても雰囲気いいですね。いいでしょう。石畳、今ここしか残ってないんですね。ここが有名な小泉の一里塚ですね。甲州街道は唯一ここだけですよ、こうやって原型のまま残ってるのがね、ほんとまん丸でなんか美味しそうなおまんじゅうに見えてきちゃっていいですね、見事な本堂と栗ですね。そうですね、立派ですね。観音菩薩も素晴らしいですね。素晴らしいでしょ。おどうですか。すごいですね。本当にジャ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 ーンって感じでね。素晴らしいでしょ。立派ですね。すごい。阿吽の席、ここへ座ってね、こう見ると最高なんですよ。でこの杉の巨木ね、もう何百年も経ってますよね。ああ犬目宿ですね。本当ですね。本当にこう直角に ね、なってるんですね。まあ海に当たってるんですけどね。この街道は、江戸に向かって西から敵が攻めてきた場合、敵を攪乱されるためさせるために西側の守りを固くして、だから今のお寺もいざという時になると砦になるんですよね。